じゃあこんばんは、いもけんぴチャンネルのいもけんぴです。本日は8月30日ですね。もう8月の末になってまいりました。小学生、中学生、高校生の皆さんは、ああでもなんか夏休みが少しだけ伸びるみたいな話も聞いたんですけど、おそらくそろそろ夏休みが終わる頃なのではないでしょうか。はい。で、やっぱり夏休みといったら皆さんこう長い休みなわけですからね、少しこう気が緩んで夜更かししてしまったりとか、夜遅くまでこう YouTube を見たりゲームをしたりしてしまった日々も少なからずあったんではないかなと思います。でね、皆さんこう夜更かしの習慣みたいなのがついてしまって夜なかなか眠れないみたいなことがあるかもしれないので、今日はそんな学生の皆さんをの夜更かしからこう救うための ASMR 動画を撮っていきたいと思います。それでは早速行ってみよう。レディーゴーで、まあささやきとかしながら、なんか音とか撮りながらやっていきたいと思うんですけれども、8月の末ですけれども、まだね結構暑いんですよね。ですのでちょっとクーラーをつけて動画を撮影してるんですけど、前ね動画でうるさいですかっていうコメントを、うるさいかったらコメントしてくださいっていう動画をちょっとね撮った時に、そんなにうるさくないって言っていただけたので、まあ大丈夫かなと思うんですけれども、もしエアコンの音が気になる方いましたら、コメントで教えてください。はい。じゃあちょっといろいろ喋りながら、はい、そうですね、夏休みの思い出とか皆さん何かありますか？まあ、もちろんコロナってね、こう思うように夏休み過ごせなかったっていう方とか、こうもしかしたら帰省する予定だったけれどもコロナがあったから、帰省するのをやめたっていう方もいるのではないでしょうか。はい。僕はですね、夏休みの間に一人で北海道に行きました。はい。インスタグラムをフォローしてくれてる人は多分知ってるかな、ストーリーとかにもあげたんですけど、一人でね4泊5日で北海道に行ってきました。北海道に行くのはね初めてだったんですよね。沖縄には中学を卒業した後の家族旅行と高校2年生で修学旅行で沖縄に行ったんですけれども、北海道に行くのは初めてでした。広いのでいろんなところを見て回りたかったんですけども、もうねほとんど札幌の周りを観光して終わっちゃったって感じですね。免許を持ってるんですけど、車をねちょっと借りたりもしたんですけど、あまり長距離運転にはまだ自信がないので、本当に札幌の近郊あたりを、近郊近くあたりを少しドライブする程度でしたね。はい。でもとてもね、なんだろう、暑かったですけど、ご飯も美味しくて過ごしやすくて、また行きたいですね。なんか変なのが出てる。よいしょ。これはね、メガネの箱です。前までねこのメガネを使ってたんですけど、これすごいねもう曲がっちゃってるんですよね。私のね買った時にお店でもらったねメガネケースです。ちょっと気づいてしまったんですけど、おそらくねこのマイクはねバイノーラルではない、バイノーラルではないっていうか、ここ正面と左右の多分違いは出るんですけど、この右と左の違いはね出ないんじゃないかなって思ってるんですよね。
どしどしコメント欄にコメントしていただけると本当に助かります。ASMR の中ではね、このプラスチックに入って置きの水の音とかがこうすごい好きなんですよね。化粧水なのでサラサラしてるんですけど、こっちは乳液なのでトロトロしてます。皆さんはどんな音が好きですかね。ちょっとね、暗くてね、見えない見えないんですよね。
ずいんですよ。タプ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 。はーい。タプ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 。やばい、なんかこの辺めっちゃ濡れちゃってる。さっきの霧吹きかな。なんで濡れたのかな。ASMR 動画を撮っていました。いかがでしたでしょうか。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録と通知オンもよろしくお願いします。ゾワゾワっていう ASMR 専用アプリの方でも動画投稿しているので、そちらの動画も見てみてください。 Instagram と Twitter もやっているので、そちら